ここ鶴岡八幡宮はご存知ですか？はい、ご存知です。見てください、あそこのあるじゃないですか、八幡宮って書いてあるんですよ、はい、あの八の字よく見てください。大変ですね、うん、あれなんだかわかります？鶴？鳩です。何のことなんですか？鳩が多いからみたいな。だから鳩サブレーとかって鎌倉有名じゃないですか。あそこから来てます。へえ、そうなんだ。やって成果。クン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 。匂うぞ。ワンハンドグルメの匂いがするぞ。クンクン。こちらは何のお店ですか？クロワッサンの専門店でございます。美味しそう。クロワッサン大好きなんですよ。クロワッサン好きなんですか？大好きです。え、そんなこと言ってましたよね。いや別に石塚さんに全て私お話ししてるわけじゃなくて。違う違う、焼きたてのクレーンのクロワッサンです。ありがとうございます。熱いので気をつけてくださいね、はい、熱っ、本当に熱い。ありがとうございます。熱々、本当本当熱々ですよ。私こんな焼きたて食べたことない。おすずさんいいですか、いきますよ。もう一回音取るんで、ちょっと音声さんいいですか？みりんです。やって成果。だから好きだと言って、天使になって、そうしてはなって、もう一度。うわ、うん、